あなたが持ってる武器の中で簡単に抜いてはならない刀があるって以前話してくれたわよね。これが戒律の一部だって。その通りじゃ。けどそれは一体何を意味するの？戒律は実体として存在しないはずじゃないの。ゆえにその一部じゃ。メイ殿、何時が目にした二本の刀にはそれぞれ異なる用途がある。一本は崩壊に、一本は人類自身に向けるものじゃ。わらわにとってそれは必要な措置。多くの状況で立場を忘れるなとわらわに教えてくれる。簡単に抜きたくないのは人類に向ける方なのよね。ああ、メイドの毒用にいたわらわは強いられたかどうか、結果が正しいかどうかに関わらずそうせざるを得なかったことがある。そのことに関しては戒律のため詳しく語ることはできぬ。徹底的に封じ込められているからじゃ。そしてこの刀を抜くたびにその記憶の一部が再現される。意図が分かりやすいわね。ああ、同胞に刀を向けるたびにわらわが向き合うのは一時的な利害特筆ではなく、記憶の再現による倍のプレッシャーじゃ。他の人たちほど拒んでるわけじゃないみたいね。他の者たちの経歴を知らぬゆえ彼らを代表して何かを語る資格はないが、わらわにとって戒律はそれほど恐ろしいものではない。束縛という形を通してそれは確実にわらわを守っておる。そうではないか。じゃあ他の英傑にも似たような経験はあるの？少ないの。しかし己の力で戒律から逃れた例もあるぞ。戒律から逃れた？エリシアなの？いえ、スーの話によると彼女は戒律を受けたことすらないのよね。ビルビーじゃ。彼女は戒律を受けたその部分の思考を永遠に隠した。思い代価とはいえそれが唯一の方法でもある。従来の手段で似たようなことはできぬ。それでメイ殿、何時が何か確認したいというのなら。この場所では彼女本人にしか聞けぬことがある。